どうもこんにちは、おじちゃんです。今ここは青森県八戸市の国道45号線というところ、通称北バイパスというところを走ってましたよ。今日は3月の21、時間はちょうど18時ぐらいで、ちょっと薄暗くなってきた感じですね。昨日すごく雪が降ったんですけども、今日溶けましてですね、パッと見雪は見当たらないんですけども、避難になるとですね、必ず一回はどか雪が降って、避難じゃらくって言いますけどもね、そうすると まあ春が、そろそろ春が来るかなみたいな塩梅なんですけどもね。ここら辺は八戸市の下長っていうところですよ。ここまっすぐ行くとですね、まあさまざまな店が出てくるんですけどもね、左側にはドコモ、右側にはトヨタカローラ八戸、左はホンダがありますね。結構いろいろあってマジなんですよ。ガソリンスタンドがあって、まあ、昔からありますよこのスタンドね。海側プロショップ A プロって、何の商店だかちょっと分かりませんけど、ん、昔はサンディでしたけどもね、ホームセンターサンディだったんですけども、 A プロショップ A プロだってもうよく分かりませんね。今ちょうど時間的に行こう帰宅ラッシュというか、こんな感じで車の数が多いんですけどね。いやー、今週末から少しずつ暖かくなるみたいで、やっと春が